にオビトなのか。生きていたならなぜ今まで。俺が生きていたかどうかなんてのはどうでもいいことだ。しかしそうだな、なぜかとあえて問うなら、お前がリンを見殺しにしたからだろうな。俺はこっちは楽しそうだな、オビト。やつは内派マダラだ。随分と遅かったな。久方ぶりの運動だったのでな。鳴らすまで少々時間がかかった。まあそれも終わったが、てめえはばあちゃんたちと戦っていたはずだ。それなのになんで聞こえなかったのか。それも終わったと言っただろう。まさか。それは返す。あんたのものだ。死んでたやつが引っかけた。九尾と八尾を俺が取る。お前は他の二人を相手しろ。その威勢、本物か見せてもらおうか。マダラは超強い。少しの呪文抜くんじゃねえぞ、ナルト。分かってる。無限つくよみこそ人類全員を幸せにする唯一の方法。貴様一人の犠牲で済むのなら悪い話ではないはずだ。お前は英雄なんだよ。うるせえ。お前の口車には乗らねえ。なるほど。影すら超える力を持っているようだな。だが柱間に比べれば脆弱さを持つ。俺を相手にするにはまだ足りん。この感じ、奴に近いものを感じる。あなた、車！ゾンビ相手に手加減はしねえ。二重惑星螺旋手裏剣。絶対にみんなを守りきってやる。やはりただの人中ではないか。カカシ、動きは鈍いぞ。
殺させやしねえ。俺の仲間は絶対に殺させやしないよ。すまん。あとは俺とのことをお前に教えた俺が。また守ることだ。行くぞ、ダイ、ナルト。俺たちでオビトを倒す。先のために。おっ。おう。一気に先のためにか。随分なことだ。オビト。お前が人にとっての害になるのなら、俺たちはそれを排除するだけだ。いや、ナルト、向こうの方は大丈夫なのか。まだだ、強い。でもなんとか B のおっちゃんと二人で止める。なら、さっさとオビトを倒して向こうの火星に行かないか。距離を取るか。シャリンガンを使いこなせるようになったな、カカシ。だが、所詮借り物の目、メッキが剥がれるのも時間の問題だ。分かっているさ。この戦いが終わるまで持ってくれればそれでいい。一気に今度ははっきり分かんぜ。さらばだ。よーカムイ。ナルトを守ることが未来につながる。それなら待機。ひとときだけでもオビトを止めれば、それが10秒止めるチャンスになる。もしかして。